月は一体何者？人類が知らない月の本当の正体とは？ようこそ、ナビゲーターのルカです。私たちは月の存在を誰もが知っていると思います。月の引力によって潮の満ち欠けをするなど、地球とも密接な関係があるのです。例えば、もしも月が存在していなかったら、自転速度が速くなり、1日8時間になると考えられています。さらに、強い風が吹き荒れ、生命の進化も遅くなると考えられています。月が存在し、地球と今ある距離だからこそ、地球は今のように穏やかな気候で、人類が住みやすい環境になっているのです。しかし、そんな月ですが、未解明の謎や不思議が多くあります。私たちの身近にある衛星の月、その月の謎に迫っていこうと思います。月空洞説。月は地球から約38万5000キロの距離にあり、直径は約3500キロの大きさを誇っています。月は太陽系で5番目の大きな衛星であり、地球を周回している衛星としては不思議なほどの大きさなのです。NASA の科学者であるロビン・ブレット氏も、月は存在しない方が現実としてあるよりも科学的説明がつくと言われるほど、科学者の観点から見ても不思議な天体なのです。そんな月ですが、実は中が空洞構造なのではないかと考えられている説があるのです。この説は科学的論証に基づいているものが多く、あながち眉唾ものとは言えないものが多いです。この説の論証として発端となったのが NASA のアポロ計画です。1969年11月14日に打ち上げられたアポロ12号が月心調査を行ったのですが、そこで奇妙なことが記録されたのです。月心調査とは、月から約65キロの位置から離陸装置を投下し、それによって人工的に地震を発生させるというものです。この実験でその振動が約1時間続いたという記録が残っているのです。この時の資料を見た担当者のケン・ジョンソン氏は、月は鐘を叩いた時のように振動しただけではなく、まるで中に油圧ダンパーが入っているように全体的に揺れたと表現しました。さらにこの実験で判明した揺れ方も注目されました。仮に地球で同じことが起こったと想定すると、振動していた時間は約2分間と考えられています。そしてこの振動のパターンは初期微動から始まり、揺れがピークに達すると、その後は急速に衰えていくものがよくある地震とされています。ですが、今回の実験で計測された振動パターンは初期微動から徐々に大きくなり、ピークに到達してから地球のように急速に衰えていかず、ピークが長く続きました。その後、徐々に衰えていったのです。地球と大きく異なった結果となり、このことから月空洞説が浮上してきたのです。ただ、もし月が空洞であった場合、人間にとっては良い面もあるかもしれません。それは、人類が月で生活することを考えた場合です。人類は、今までアメリカのアポロ計画により、6回月面に到達していますが、滞在期間は最長3日間程度でした。これには理由があり、月面の温度は昼間は摂氏110度まで上がり、夜は摂氏マイナス170度まで下がるとされています。昼も夜もとても人間が活動できるとは言えないほどの過酷な環境なのです。ですが、月の地下空洞の温度はマイナス20度程度と、北海道などの寒い地域でもあり得る気温なのです。空洞内であれば出入り口を塞ぎ、気圧や気温を調整することができれば、宇宙服を脱いでも人類が生活できる可能性があるのです。そう考えると、月への移住も現実味を帯びてきそうですよね。月と地球は親子なの？月はアポロ計画により、誕生は地球と同じおよそ46億年前とされています。ですが、この誕生の起源は大きく分けて4つあると考えられています。1つ目は、地球は月の一部であり、親子なのではないかという説があります。
これは地球が誕生した時に地球が冷えて固まる前に遠心力によって一部がちぎれたという考えです。二つ目は捕獲説です。これは月は全然違うところで生まれたのに月が地球の重力に捕獲され地球の近くに寄ってきたという考えです。三つ目は双子説です。これは地球が誕生した時に一緒に月も誕生したという考えです。これらが三つの月誕生説です。ですがこれら三つの説が有力かどうかについては議論がされています。親子分裂説については一部が引きちぎられるほどの高速回転は現実的ではありません。捕獲説については遠くあった月を引力で近づけた場合近づいてきた月を減速させるブレーキに疑問があります。よほどのタイミングでブレーキがかからないと地球に衝突してしまうからです。そして双子説については月と地球の物質が似ておらず同じ衛星とは言い難いという点があります。これら3つの月誕生説はどれも疑問点がありこれと決められるほどの説得力を持っていません。そこで登場したのが4つ目の説のジャイアントインパクト説です。これは地球に巨大な天体が衝突した時に飛び散ったかけらでできたという説です。巨大な天体とは火星ほどの大きさを推定しておりそれによってできた地球のかけらが次第に集まってできたと考えられています。現在ではこのジャイアントインパクト説が有力と考えられていますが双子説と同様月と地球の物質が似ていないという点で疑問点があったりと全ての疑念を払拭しきれていません。これから研究が進んでいくとまた新たな説が生まれるかもしれませんね。異星人の存在。先ほどお話しした月の誕生についての説ですが、どれも確証を得られていないとお伝えしました。ここで一つロマンあふれる説を紹介しようと思います。それは月は人工的に作られたという説です。これは旧ソ連の天文学者ミカエル・バシンとアレクサンダー・シュシェルバコフが唱えています。内容としては、どこか別の太陽系の宇宙空間に超高度な文明を持つ惑星があり、ある時、その太陽系に異常が発生し、壊滅的な被害を受けてしまいました。そこで、小惑星の内部をくり抜き、巨大な宇宙船に改造しました。そして、宇宙空間を旅した時に地球を見つけ、その横に定住したというものです。いわゆる宇宙版のノアの箱舟説です。この説を聞いた人の中には信じられない発想だと鼻で笑う人がいるかもしれません。ですが、この説を裏付ける考えがあるのです。まず、月の大きさについてです。先ほど月は周回をしている衛星としては不思議なほど大きいという話をしました。ですが、この月が小惑星を改造したのであれば、大きいことも不思議ではないでしょう。さらに月がロッシュ限界をクリアしている点もあります。ロッシュ限界とは衛星が破壊せずに主星に近づくことができる限界の距離です。月が宇宙船であった場合先ほどの月が誕生した説にあった捕獲説の疑問点であったところを意図的に月の位置を決めることができるのでクリアできてしまうのです。その他にも月と地球の自転と公転の周期の一致や、たくさんのクレーター、月で見つかった石も、すべて説明がつきます。たくさんのクレーターについては、遠くの太陽系から今の位置まで移動してきた際に、流星の雨や小惑星などいろんな場所を通過してきたために、こんなにも多くの大きなクレーターができたと考えられます。現に、地球から400年近く人類が月を観察し続けているにもかかわらず、一度も月へ大きな隕石が当たったことはなく、あのような大きなクレーターが何個もできるということは考えにくいとされています。この説の裏付けはまだあります。NASA が公式に発表している月の一番古い石は45億3000万年前のもので、地球の年齢が45億4000万年前とされていることからほぼ同時期とされていますが NASA 以外の研究機関が計算したところ53億年前の石と報告されたり
中には信頼度が高いとされるボタミウムアルゴン法を用いたところ、70億年前のものと報告された例もあるのです。もし本当に70億年前の石だったとしたら、月は地球が生まれるずっと前から存在していたことになりますよね。となると、これまでの4つの説がすべて否定され、宇宙船説が急浮上してくるのも納得がいくことでしょう。月に異星人？これまで月の誕生や月と地球の関係についてお話をしてきましたが、次は実際に月へ降り立ったニール・アームストロング船長の言葉を見てみましょう。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍であるという言葉は大変有名だと思います。この言葉は人々の心に強く届き、月面着陸を皆が実感する言葉だったのではないでしょうか。しかし、この名言の裏にもう一つの言葉があります。それは、月の裏側にはサンタクロースがいたというものです。これは月の裏側を調査した際に調査員が発した言葉です。すごくロマンチックな言葉のように聞こえますが、実際 NASA の用語にサンタクロースという言葉はないそうです。では一体サンタクロースとは何なのか。一部ではこのサンタクロースという言葉は未確認生物や未確認物体を表現する隠語ではないかとされています。なのでこの言葉の裏には、宇宙人の月面基地を見つけたのか、はたまた UFO があったのか、さらには異星人にあったのか、いろんな憶測を呼ぶ言葉なのです。そしてもう一つ、ニール・アームストロング船長と管制室との交信の中に有名なやりとりがあります。おい、あれは一体なんだ。こちらヒューストン、アポロ11号応答せよ。信じられないだろうが、すでに月の上には巨大な宇宙船が止まっているんだ。クレーターの向こう側にずらっと並んでいて、あいつらは月面で俺たちを監視している。この交信について NASA からは何の発表もされていません。 NASA から公式に何の発表もないことが、逆に何かあるのかもしれないと思ってしまいますね。また月面着陸計画も1969年7月20日午後4時17分に初めて成功、1972年12月までに12人が成功していますが、いずれも降り立ったのはアメリカ人であり、それから一度も人類が月に降り立ったことがありません。最後に到達したのが今から50年以上前と考えると、なぜこんなにも期間が空いてしまっているのか、何か裏がある気がしてなりませんね。しかしアメリカはアルテミス計画という月面基地の建設計画を発表しました。内容としては、2024年に有人月面着陸を行い、2028年までに月面基地の建設を開始するというものです。またロシアも2030年頃までに月のホテルを建設するという噂も出てきています。50年の沈黙を破り、ついに人類が月へ大きくアプローチをしていきそうです。月と地球は常に同じように自転と公転をしているため、地球から月の裏側を見ることができません。その裏側には一体何があるのか、今回の計画で明らかになっていくことを期待しましょう。月と人類の関係性。最後に月にまつわる言い伝えについて考えていきたいと思います。2007年6月5日にイギリス南部サセックス州警察が発表した、月の満ち欠けと暴力行為には因果関係があり、満月の日には犯罪が増えるというものです。もともと西洋の言い伝えとして、月は人間を狂気にさせると考えられています。アニメや漫画でも満月を見ると狼に変貌してしまう人間を描かれることがありますが、それも満月の日には人は攻撃的になるということから、そのような表現が使われるようになったのかもしれません。また日本の竹取物語では、かぐや姫が最後に月へ帰っていくという描写があります。さらに月にはウサギが住んでいると言い伝えられ、満月はウサギが餅つきをしているように見えると教わった人も多くいると思います。これらのように
日本では月はメルヘンチックなものとして捉えられています。他にも北欧では妊娠している人が月を見てはいけないなど、場所によって捉え方に差があるものの、月に対して世界中で様々な言い伝えがあります。これは人類が昔から月との何らかの因果関係があると考えられていたことを裏付けていると思います。いかがでしたか？これまで様々な観点から月のことを見てきました。それでも未だに月がいつできたのか、どのようにしてできたのか、月には異星人がいるのか、月の地下には何があるのか、推測はたくさんあるものの確証を得られていないのが現実です。ですが今後さまざまな研究や調査が行われ、さらにいろんな見解が生まれてくることと思います。もしかしたら今ある仮説はすべて覆され、あっと驚くような真実がそこにはあるかもしれません。どんな真実が待っているのか楽しみですね。